セッション開始に先立ちまして楽天株式会社副社長執行役員新経済年齢顧問平井康文よりご挨拶申し上げますおはようございますネスト t 2016の2日目へようこそ昨日はお楽しみいただけたでしょうか 初日は、1500名の方々にご参加いただき、私も全てのセッション本当に満喫し、スピーカーや会場にお越しの多くの方々との交流も楽しませていただきました。さて、簡単に昨日を振り返ってみましょう。まず、スタートアップチャレンジセッションでは、10人の日本の起業家にご登壇いただき、素晴らしい発表を伺いました。 彼らのデジタル社会と生活の質にイノベーションをもたらそうとする熱意に感銘を受けましたコンテストで農地の耕し方を変えるサービスアグリバスナビで1位に輝きました株式会社農業情報設計者の濱田様おめでとうございます。 午後にはエストニアのロイバス首相をお迎えしエストニアのデジタル化についてお話しいただきました2014年11月に新経済連盟が代表団をエストニアに派遣したことをきっかけに実現した基調講演でした ちなみに首相は37歳ととても若く ICT や技術に精通なさっています基調講演後の吉木と三木谷さんのパフォーマンスは最高でした音楽は数学に裏付けられた音プレ物語を奏でるものでデジタルビジネスと音楽の 強い結びつきを感じましたその後医療のイノベーション産業用ドローンプロジェクト教育の未来とフィランスロピーとこれら四つに関するセッションがありました皆様方の心に残る発見があったことを期待します本日も多様な 興味深いセッションを多く設けています私を含め多くの方々が世界的イノベーターでありアンドロイドの生みの親であるアンディ・ルービン氏の基調講演を楽しみなさっているのではないでしょうかまたフィンテックに関する特別セッションも2つありますフィンテックは単に金融サービスだけでなく 世界のすべてのビジネスバリューチェーンに変化をもたらしています続いてインドセッションがありますインドはもはやアウトソーシング先ではなく数多くのスタートアップや新規ビジネスモデルを生む国となっています昨年の12月に新経済連盟は代表団を デリーとバンガロールに派遣し多くのスタートアップの代表および政府高官とお目にかかりましたインドセッションでは新たな発見があるかと思いますセッション8は新たなシリコンバレーとしての東京がテーマです新経済連盟は東京をアジアのシリコンバレーにするというコミットメントを持っています パネリストに著名な日本の起業家やイノベーターをお迎えしています。続いてのセッションは未来のモビリティです。シェアドエコノミーがテーマで今回は特に今政府が議論しているライドシェアに焦点を当てます。最後は 今年の新経済連盟の主要テーマでもある、超観光立国に関するセッションです。すでに多くの海外からの観光客が、東京やその他の日本の都市を訪れています。2020年の東京オリンピックやパラリンピックに向けて、インバの数は増え続け、さらに日本の消費や経済を押し上げることでしょう。 昨年の NEST2015 年で頂戴したご意見をもとに今年はこの2日間の構成を少し変更しましたクロージングセッション後交流会を設けましたぜひ皆様ふるってご参加ください世界の起業家やイノベーターとの親睦を深め ビジネスの輪を広げてください。では、皆様本日のプログラムをお楽しみください。今日は金曜日、ネットワーキングパーティーでお目にかかりましょう。